湯野津温泉は、島根県大田市温泉津町にある温泉。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。また、港町でもある当地は、岩見銀山遺跡とその文化的景観の一部として、世界遺産に登録されている。庄屋屋敷前付近の温泉街温泉街の、夜景湯野津港から山側に伸びる温泉街は、賑やかな歓楽街などが見られず、 ひなびた日本旅館が両側に立地する静かな街並みである。この古風な温泉街は2004年7月、湯野津町温泉津伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。温泉街としては初めての選定である。また、湯野津は中世近代に流星を誇った岩見銀の輸出港でもあった。そのため、 同校長は、日本国内14例目の世界遺産、岩見銀山遺跡とその文化的景観の登録を受けた。共同浴場は、元湯禅薬棟と薬師湯の2軒の湯元が存在する。湯温は高いが、元湯禅薬棟は改装後の2020年に、ぬる湯浴槽を設けた。両浴場はごく近接した位置で流出する別々の泉源を用いており、泉質には相違がある。 薬師湯は2005年9月付で、日本温泉協会の新基準による審査の結果、全項目、オール後の最高評価の天然温泉として認定されている。元湯全薬等は平家湯は開け湯器からの源泉を利用しており、他の旅館等へ分裕するほどの湯量がない。陰東道を隔てて向かい合う古風な3階建て木造旅館は、元湯の直営であるが、館内に内湯はなく、 共同浴場に通うという昔ながらの湯治場のスタイルを維持している。共同浴場元湯前役等薬師有給館の外観回遊は古く1300年前と伝えられ、伝説では大田抜きが入浴しているところを発見したものとされる。戦国時代や江戸時代は岩見銀山から産出される銀の積み出し校にもなったことから大いに栄えた。また、三陰道の宿場町でもあった。 1872年に発生した浜田地震により別の源泉が流出を始めた。薬師湯は地震によって湧き出したことから、神湯の別名がある。また従前は藤の湯だったが、その薬港豊かな湯出と温泉の守りとして薬師如来を祀っていることなどから薬師湯になった。1974年公開の小築映画、男は辛いを虎ら郎恋や連れの舞台となった。 ありがとうございます。